すっす。おっす。おっす。元気？うん。元気？元気。ねえ、聞いて。俺がさ、この映画見てたよ。くっそー面白かった、マジで。そうなの。もう本当にくっそー笑った。マジやばかったよ。超面白いっすよ。あ、見てみて。あ、見てみるね。面白いから、マジで見てほしいわ。うん、あれなんで今日なんかテンション低いんじゃん。いやいやいや、てめえないよ。てめえテンション高めにしてよ。おいおいおい、いいじゃん。ほらほら、大丈夫、大丈夫けど。イエイイエイ。シュ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 ンです。あえりなです。今日のテーマは女の子が使っちゃったメな日本語です。そう、いっぱい使っちゃったんだけど、さっきあんなちょっとウイスウイスとか誰。日本に来る前に漫画とか映画とか見てて使いたかったの。わかる？なんか普通にヤンキーみたいなウイスウイスウイス、マジで使いたかったの。アザスアザスとか普通に使いたいけど、なんか日本に来たから女の子使っちゃダメなんだ。あ、え、両方女の子も男の子も使えると思ってた。そう。そうなんだ。言わないよね。うるせえとかもうすごい普通に使いんだんけど、すごいなんか言われて。絶対言わないよね、うるせえとか。絶対言わない。絶対言わない。絶対。私は言います。絶対。ああ言えない。私は言っちゃうけど、いや多分みんな言うと思うの。どんな子もね。まあもちろん言わない子もいると思うんだけど、普通に女の子でも言う子もいると思うけど、やべみたいな。分かんない分かんない分かんない、例えなんだろうね。でも普通にさ、なんだろう、ふざけたりとかしてさ、うるせえよとかさ、そういうのあるじゃん、うん、けど日本語ってさ敬語とかもあるじゃん、だからやっぱちゃんとしたところでは使っちゃダメとか、先生に対しては使っちゃダメとか、目上の人だったりとか、そうだね、それあるよね。そういう言葉の、うん、いろんな人に対しての使い方っていうのはあると思う、ね、でもなんで男性しか使えないの？例えばアザスとかウイスウイスオスオス、あるじゃん、なんか体育会系みたいな、うん、体育会系、体育なんとかスとか、あーそう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 、うん、男大雑把かな。そうだね、なんか丁寧に言わなきゃいけないのは女の子かな、うん、そういう感じで多分小さい時からしつけられるんじゃない？女の子なんだからそんな言葉遣い使っちゃダメとかさ、女の子なんだから男の子なんだからとか、多分そういうのがあるだろう。教えられたんだ。そう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 、親に、使いたいな、使いたい、使えなかった正直。使っていいよ。いやだ言われるよ。俺俺俺、え、俺って言いたかったの？俺って女の子も使えると思ってた、うん、普通に日本のレッスンも私って教えてくれたんだけど、てめえとかね。てめえ。それは漫画で覚えたの？ヤンキーの学生のドラマ多かったじゃん。学生学園のドラマが多くて、喧嘩上等みたいな。日本のドラマが台湾で見てたってこと？そう。へえ。なるほどね。憧れてんのね。そう。その言葉ね、女の子は使っちゃダメなので。考えてください。気をつけましょう。はい、私のチャンネル登録お願いします。コメントもしてね。はい、ツイッターアリナもやってますのでフォローしてね。バイバイ。